方パリ五輪日本球技の多様性戦績が完全に狂ってる事実発覚。全勝23敗。やばい、エグ。バレーもバスケも柔道も逆転負けなんだ。滝俺悔しいよ。それにしてもバレー本当ひどいんだ。アジ8サッカー彷彿させるんだ。結局ポイチ先生のこの力理論が全スポーツに適用されたんだ。ゴルフと野球しかないな。と完全この力のゴルフの素晴らしさよ。パリ開催だし多少ジャッジが傾いても正直不思議じゃないけど、ここまで来るとさすがに擁護もできん。環境も違うし時差もあるし、で半ではあるとはいえな。選手の体を支える食事がだいぶひでえって話聞いたけど、そこも問題だろ。でも日本以上に一般人が種類豊富にスポーツや娯楽が盛んな国なんてないぞ。日本の社会人でスポーツやってるやつは20 au で平均40って何かで見たけどな。結局見る側が増えてるだけでやる側は減ってるのかも。サッカーに至っては一番のメインはダブルハイなんで。ポイチのコテコテがみなしみる。